ける気がします。うん、なんか何書いてももうしょうがないんじゃないか、私が。今回はそんな何本も送れないということになると思う。自信喪失、ね、全然違う人になっちゃったな。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。前出したやつよりクオリティ上がってると思う。腕は上がったんですよ。天国と地獄だな。今回も前回に引き続き第3課題への取り組みの様子をお届けします。今回はですね、惜しくも第2課題でランク圏外となってしまった、夏井さん、押石井さん、七瀬大石さんペアということでね。いや、激熱エネルギッシュ押石井はどうすかね、バトル漫画。いや、まあ本人が得意としてますからね。得意でしょう。いけそうな気がしちゃうんですよね。この回にしてやっと僕もメモをいただく権利をもらいまして。続きメモ、続きメモです。なんだ、私だけの特権だ。そうなんですよ。実は、うん、夏井さんなんですけども、はい、夏井さん声優さんが大好きで、番組の MC がさくらさんだったことにテンションが上がっているという。おどうしよう、まあ、ぜひ頑張ってほしいですよね、はい、夏井さん、お頑張れ。うわあ、これ1位取ったらにしてあげてください。使うのね、なるほど、素材だけこれ取っといてね。第3課題、読み切りネームとキャラ絵。ジャンルは能力バトル限定。ページ数は55ページ以内。あー、怖く。マジか。押石さんちょっと落ちてますよね、精神的に。第一、第二課題ともに圏外だった激熱エネルギッシュ押石井。評価されたいんですよね。そうだね。いや、僕もそうです。くそ。くそ。そうね。落ち込みっていうか、書けないんじゃないか。面白い漫画を。自信喪失の中、テーマ決めの打ち合わせ。妖精とか、妖精が人間滅ぼしとしてもらえるよ。なんか、あんまなさそうでいいね。最終的に、まあ、やっぱ女王と戦うのかなとか。うん。キャラ次第かな、でもな。そのヒロインどんな子っていう。いける気がしない。え、なんで、うん、何回も完全にブルー入っちゃった。この日、5時間にも及ぶ打ち合わせを行い、テーマは決定。第3課題で巻き返せるか。あ、夏井さん、夏井岡本タッグは課題発表後、企画の方向性を決める打ち合わせ。夏井といえば5秒先の未来が見える能力。あ、もう能力じゃん。地球が巨大宇宙人の特撮映画のミニチュアセットの撮影地に選ばれて、池袋にいるコスロリと新宿にいるセーラーおじさんの一家が引っ越してきた。これ気になるんですよ。面白そう。第一、第二課題だけで17個の企画を出していたアイデアマン夏井。夏井アイデア勝負があるんで、その絶対量がまず負けないかなとは思ってます。しかし、締め切り2週間前。今回はそんな何本も送れないと。まあでも何本かもあるわけだよね。何本もじゃないと。アイデアマン夏井、アイデア出しに苦しんでいた。制限がじわじわ効いてきてる。効いてきてますね。苦戦するな、これは。能力は結構追いつくんですけど、全部小ネタ程度で終わっちゃって、それもよく調べたらやっぱりありきたりというか、もうあるものだったりするので、どうやったらそのない感じにできるかなとか思って。漫画の王道ともいえる能力バトル、オリジナリティを出すことは難しい。尽くしてるだろうし。しかし夏井は新しいバトル漫画を生み出すことにこだわっていた。そうだよな。なんとか書き上げたネームを見せるも2度のボツ。悪いけど心に来ましたね。でも面白いのを出すのが一番第一優先なので、自分を厳しくしてやりたいと思います。自信喪失中の押石井、納得のいくアイデアが出ない夏井。その一方で
原作を担当する七志と作画を担当する大石による熱き同級生コンビ。負けるとやっぱ悔しいことをめちゃくちゃ久々に思い出したんで、次は負けたくないな。第一、第二課題と未だランクインできず、ミリオンタッグに応募するまで漫画経験ゼロ。しかし、アクションを描くのは上手ですし、アクション映えすればキャラクターを描くことができるので、そういう意味でバトルに適性があることは間違いないと思いますね。アクションシーンが得意な2人にとってベスト3ランクインのチャンス。さらに他の参加者たちからも、 1,2,3 に入りそうだなって思うのは2人組グループ。おいしいでは結構強いじゃないかな。おいしさん入るんじゃないですか。多いし、ただしでは楽しみな反面怖いみたいなとこはあります。バトルに関して一目置かれている。意外とバトルに重要になってくるのは、まあ、絵面ですと思うと、能力の絵面、いかに驚きの絵、新しい絵を作り出すことができるかということが重要で、一回も結果出ししていけばいいので、出してみて。何個出します？3つ出します。まあ、3つ出しましょう。はい。そして3日後、2人は3つの企画とキャラ絵を提出。浅井はその中から剣を食べると変身する王道バトルファンタジー、剣を食らうを選んだ。面白そう。タイトルがかっこいい。剣を食らうがやっぱ一番剣を食べてるシーンと、その後変身するシーンがあるんで、どっちもやっぱ大きくビジュアルにとか面白さをつけていくことがしやすそうだなと思います。前出したやつよりクオリティ上がってると思うからね。あ、それはそう、それはそう。ちょっと自信も腕はバトル漫画へ今までにない手応えを感じる。七志大石コンビが順調にネーム作業へ入ったその頃、分け合えるのがいいですよね。企画会議から1週間でネームを書き上げた押石。よくやったぞ。よかったよかった。書いたネームは、主人公の幼い妖精が敵対する人間の騎士と出会い成長するストーリー。ネームを見た玉田は、押石に足りないある部分を指摘。成虫になることができましたっていう理由の描写というか、確かに確かに、あそこがちょっとこう唐突な感じがして、若干都合がいいように見えちゃうかな。今改善しようとしているのはウニちゃんの感情で、そうそうそう、どういう感情で羽化できるのか、でそういう感情の山谷があると共感していってもらいやすいのか。バトルシーンは得意だが、キャラクターの心情の変化を描くのが苦手。得意不得意あるよな。締め切り6日前、いまだ主人公の感情がうまく描けない惜しいし、親身なベテラン玉田は、出た親身なベテラン、 ベテランね。誰か一人のキャラクターの人生を描くものだと思ってるんですよ、僕漫画一本って読んで、はい、多くの人の人生を描くものじゃないと思ってるんですよ。深く感じるさせることができるメディアが漫画である、はい、読み切り漫画は深く感情移入させるため、キャラクター一人の感情に絞るべきだと指摘。ほう、ウニはその時どういう気持ちですか。ウニ親身だな。そう、いつもあんだけ上手なのに。主人公の心情を説明できない。苦戦する惜しいしに、玉田から感情を書く上で重要なアドバイス。三幕構成って知ってます。三幕構成。三幕構成とは、映画や漫画に使われる物語を3つのブロックに分けて作る構成術のこと。そこに主人公の目的をグラフにすることで、感情の浮き沈みが理解できるようになる。わかりやすい。なるほどね。怪獣8号で表すと、第1幕は状況説明。怪獣から市民を守る防衛隊に憧れるも、10年以上入隊試験に落ち続ける主人公カフカ。第2幕は問題発生や葛藤。ある日彼の前に怪獣が出現。襲われる寸前の後輩をかばい、一人で怪獣に立ち向かうが、自分の無力さに絶望する。第3幕は問題解決。その時駆けつけた防衛隊が怪獣を撃退。助けた後輩から後押しを受けたカフカは、
夢であった防衛隊入隊を再び決意する。このようにストーリーを三幕構成に当てはめることで主人公の目的、感情が書きやすくなるのだ。3日後、三幕構成を使ったネームを提出。それを見た玉田は、あ、もう面白かったです。おー、やったー、よかった。正直ちょっと僕は泣きました、最後。嬉しいです、ありがとうございます。二重の感動というか、このネーム自体にも感動したし、吉井さんの、まあ、成長だと思う、成長にも感動しました。すごく玉田さんが成長したって言ってくれてるんで、まあ、あとは結果が出たら嬉しいな。どうかな。玉田のアドバイスで大きく成長した吉石、ランクインなるか。最年少コンビ。アイデアマン夏井はまだアイデア出しに苦しんでいた。絶対ややこしく感じちゃったかな。いろいろと読み込んで消化していく中で話終わっちゃったなっていう感じかな。あ、じゃあまたやり直しましょう。その後もボツを食らいながらもテーマを魔法少女に決めた。林さんと被っちゃってね。締め切り5日前、ネームを書き始めた夏井だったが、肝心なオチのアイデアが思いつかずにいた。行き詰まった夏井は岡本に助けを求めた。一回夢破れた魔法少女が地元でそのでかい魔物を倒すっていうので、はいはい、倒した後結局何が変わったんだろうみたいなのがまだ決まってなくて。夏井が書いたネームは魔法少女が一つの職業として成り立つ世界の物語、うん、主人公アミは都会での魔法少女としての活動に限界を感じ地元に帰った。ある日巨大な魔物が出現。アミは地元を守るため再び魔法少女として戦うというストーリー。現実世界だとどういうのが近いんだろうとか考えていると発想広がるかもしれなくて、いや、セカンドライフなのかな。あ、そうですね。あ、それはすごい、うん、分かりやすい。もう、あ、セカンドライフってもう最後に言葉ですめちゃくちゃじっくりくる言葉ですね、これ、うん、具体的に何でしょうね。そういうパターンあるんですかね、市役所。就職支援じゃない。ああ、そう。岡本のアドバイスで、自分と同じく地元へ帰ってくる人たちのため、就職支援の仕事を始めるというハートフルなオチに決まった。なんかストーリーとして綺麗にまとまってるのかなって思いましたね、今までのやつより。やっぱ編集者なんて不思議ですね。締め切り10日前、順調にネーム作業へ入った七志大石コンビ。シナリオもスパッと決まったわけだ。そんな二人に浅井はある漫画をストーリー構成の参考にするよう提案。なんだこれ、まあ、ワールドトリガーっていう今、ね、ジャンプスクエアで今連載している作品の前身になった実力派エリートジンっていう読み切りがあるので。実力派エリートジンは週刊少年ジャンプに掲載された読み切り漫画。浅井は二人のために実力派エリート陣49ページ分の構成表を作ってきた。すごい、色ごとにシーンが分かれていて、でそのシーンの中で各ページでどういうことをしているのかということを書いて入れてあります。大体どういうふうな順番でどういうことをするとお客さんを引き込んでいくのかということを、まあ、考える上での参考になると思います。あれマジでやばいっすよ。あれほんまにやばいっすよ。マジでずっと比較しながら進めてます。ありがてえ。俺らがやらなかった。いや、ほんまに自分のとおり。締め切り2日前、提出用ネームのチェック。次は、ここ。あ、かっこいいじゃないですか、でも。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。ここがむずかったんですよ。5度のネーム修正を重ね、浅井の予想を超えるクオリティに仕上がった。初のランクインなるか。そして第3課題締め切り前日、提出一番乗りはバトルが得意な押石若。いいじゃないですか。あ、1位になりたいな。だって私17歳ぐらいからずっと書いてたんですけど、バトル負けたら嫌ですよ。そして
完了でございます。あの、一食いく作品にはなったんじゃないですかね。こんなクソ漫画に女に容姿の無駄ですよ。容姿とインクの無駄。そんなことないぞ。第2課題1位を獲得したネガティブ藤田直樹が投函。間に合ったんだ。続いて最年少夏井都志。第2課題2位を獲得した林寧々も投函。お話的には結構自分も畠山さんもすごく好きなものなので優勝はめっちゃしたいです。5タッグの投函が完了。よかった。しかし締め切り14分前。何が起きる？時間がクリスタ立ち上げて読み込んでっていうのをすると、もうあと今10ページも来たから。え？どうした？締め切り直前で慌て出した七瀬大石コンビ、一体何が？大石さんどこ行ったんですか？あー、ちょっと修正し忘れたページだったんで、それ直す準備です。大丈夫？今から、14分前でしょ。締め切り14分前に修正ミスが発覚。いやいや、どうにかしてこない。回想シーンで黒く塗りつぶすところを印だけつけて忘れていた。まずい、急げ。本来ネームではやらなくていい作業。しかし絶対に勝ちたい2人は細部まで作品にこだわる。どうしても勝ちたいからみんなネームのクオリティが半端じゃないんだよ。そうなんだよね。アリアップ、アリアップ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、はい、はい、おやばいやばい、いや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 、おい、でも、いいなって、相手の状態に入れちゃい、はい、お願いします、お願いします、よかった、はい、どうも、はい、セーフ、どうした、残り7秒でギリギリ投函。ぶねー、ね、入ってくれ。率直に言うわ。さすがに今回トランクだったら答えますわ。果たして1位を獲得するタッグは？どれもなんか本当今すぐ雑誌に載っててもおかしくないような、これで連載が始まってもね、おかしくないような。そうですよね。はい、ということで候補者の皆さんが書いた読み切りネームとキャラ絵なんですけど、すで、うん、にミリオンタッグの公式サイトで公開されているということです。なるほど、見た方がいい。そうですね、一度やっぱそれぞれの作品読んでからだとより一層この番組楽しめますから、はい、概要欄に URL があるのでぜひチェックしてみてください。はい、第3課題審査開始。超気になるな。気になる。審査を行うのはこれまで同様、ジャンププラス編集長細野、副編集長もみやま。さらに、そうか、あんなすごい。ゲスト審査員キリン川島明。急に緊張してきた。マジで緊張してきた。すごいドキドキするな。すいません。あの漫画読むときは僕マイルールで耳栓をするんですよ。え、もう他の音が何かこう邪魔されないように、もうなんか一文字も逃さないぞみたいな気持ちでやってるんで。芸能界きっての漫画好き川島は各タッグの漫画をどう評価するのか。もう本当に楽しめたか楽しめてないかっていう、もう読者代表みたいな気持ちで、なんかそういう目線で見させてもらえたらとは思いますね。ゲスト審査員キリン川島を加えた3人で審査を行い、1位から3位までの順位を決める。なお4位以下は決めない。1位に輝いたタッグには漫画制作のためのご褒美が贈られる。惜しいし玉田タッグの作品、タイトルは日だまりの妖精。主人公は妖精のウニ。可愛らしいウニ。魔法が使えずいつまでも弱いウニは他の妖精たちにいじめられていた。ある日ウニは妖精と敵対する人間の騎士テディと出会う。いじめから抜け出したい一心で敵である人間テディに剣術の教えを請う。特訓の日々はウニを強く成長させテディとの友情も芽生え始めていた。そんな中50年ぶりに人間と妖精の戦争が起こる。戦地に向かったテディは妖精の女王に捕らえられてしまう。うわ、ウニはテディを助けるため
同類である妖精たちに立ち向かう。話がすごくベタなんですけど、それが良くて、うん、ウニをすごい応援したくなりますし、後半もその女王を倒す展開も本当にストレートに共感して応援できるんで、すごく面白かったなっていうふうに思いました。おっしゃる通り、こうなるんかもなって思うところを、なんか気持ちよく言ってくれてるから、ベタっていう一言では片付けられない魅力が。ウニのこと応援したの最後、一応終わらせてあげたかったなと思って。そうですね。でも惜しかったなって思って。いい綺麗な終わり方なんですけど。潔いですね。続いてギザ猫リタッグの作品、タイトルはラバーズ。舞台は地球が宇宙人に侵略された終末世界。主人公ケイゴは宇宙人に襲われ、目の前で母親を殺され、手足を失う。目はネームでも目にバッて入ってきます。そこに現れたのは全身武器の宇宙人デコルテ。ちょっとエッチな感じですね。やっぱ瀕死の状態でもデコルテに殺意を向けるケイゴ。その姿に愛情が芽生えたデコルテは彼を生かすことを決意。あら、ちゃうんだ。デコルテのお腹のチャックを開けることで合体し、最強の力を手に入れたケイゴは人類のために戦うこととなる。僕チェーンソーマンとか大好きなんですけど、はい、見てていたたんみたいな、ちょっと描写もあったりするのが、確かに若い人好きなんじゃないかな。僕はすごく面白かったです。この胸のところにつながって、うん、そのギミックがすごく面白くて、それも特徴的だなっていうふうに感じました。あとやっぱラスト終わらせ方がかっこいいなと思って。そうですね。ここも大人事というか大人事なんですけど、はい、ここを見るとまたこの二人をもうちょっと見たいなみたいな。ギザ猫さん終わらせ方上手ですよね。確かに。続いて藤田リンタッグの作品、タイトルはラブバトルベイビー。元超一流のスパイである専業主婦の東堂かな。あら、綺麗なんだよな。女性描くの綺麗ですよね。高校生の息子光を溺愛する親バカのカナ。ある日光に彼女ができたと報告されたカナは、元超一流スパイのノウハウを生かしデートを完全尾行。いい雰囲気になった光と彼女、キスをするかと思ったその瞬間、突如戦い始めた2人。そこにカナも乱入してしまう。インパクトあったのはやっぱお母さんが息子の彼女を殴るというそこはようやったなと思いますね。コンテストじゃないと出ない表現なのかなっていう。このキャラクターの関係性でこうコメディの作りにしてるって結構難しいと思うので、すごく作家さんの力は感じましたね。一番ちょっとオチが雑やったなというこのお芝居とかがなんかもうやけくそに見えて。続いては夏井岡本タッグ、タイトルは魔法少女地元へ帰る。お、出た。これいいですね。舞台は魔法少女が一つの職業として成り立つ世界。主人公は都会の魔法少女派遣会社で働くアルバイト魔法少女のアミ。いい設定ですよね。過酷な労働環境と目指していた人とは程遠い現実に疲れたアミは、都会を離れ地元に帰ることに。地元の人のために魔法を使いながら魔物を倒していき、町への愛が芽生え始めていたそんな時、アミの力を超える巨大な魔物が地元を襲う。魔法少女という結構よくある題材ではあるんですけど、冒頭の切り口が面白くてすごくこう入りやすくて良かったなと思いました。最後の戦いのところも、ある種自分の夢だった魔法の杖をこう犠牲にして勝つっていうところも、ある種熱いというか、いい展開だったなと。今回読ませてもらった作品の中ではオチが一番ちゃんとついてたのかな。続いては林畠山タッグ、タイトルはマジカルアウトサイダーズ。魔法少女テーマ対決ですよ。主人公は人の心が聞こえる能力を手にしてしまい、人間不信になってしまった誠。これも面白かったな。そんな誠の元に現れたのは、自身の魔力が大きすぎてコントロールできない未熟な魔法少女レネ。絵がやっぱいいですね。そんなレネの目的は負の感情を餌に成長する魔物イビルを倒すことだった。武器のデザインとかも上手なんだ。心の声が聞こえる誠はイビルをすぐに見つけることができるため、二人は共に行動するようになる。そんな中、ある事件をきっかけに
レネが抱いた負の感情で強大なイビルが現れてしまう。軸にして書かれてるんですけども、やっぱりそこのドラマ作りはすごくうまいなというふうに思っておりました。特にそのレネの悩みと、まあ、そこの解決っていうのが、まあ、アクションとうまく連動して書けているので、そこの構図力は本当に林さんのレベルが高いなというふうに思いました。魔法少女とめちゃくちゃ銃兵器みたいなのは好きですけどね、うん、この家にすごい大きな穴が開いたままでお母さんが全然何も言わないっていうのが面白いなと思いましたけどこの辺はでもいいですよね、ちょっと勢いでね勢いで。ラストは七瀬大石浅井タッグの作品。周りからも期待されてました、ね、タイトルは剣を喰らう。いい表紙。世界は剣から生まれる怪物剣柱によって壊滅状態になっていた。そんな世界を救うため作られたのが剣柱の能力を取り込んだ人間ガトー。ガトーは剣を喰らうことでその能力を引き出すことができる。あぐりって言ってますね。ガトーの強さに希望を抱く人類の前に最強の人型剣柱が現れる。キャラクターのカットですとか、あと扉ですとか、ネームもあの絵柄のかっこよさ、うん、雰囲気の良さが一番印象に残りました。うまい。デザインがもう自信にあふれたデザインで、うん、すごい上手だなという。剣を食べるだけじゃなくて刺すみたいな、うん、いろんな形のパワーアップが考えられそうですね。そうですね、うん、これからを見据えるのはね。果たして第3課題一番面白い漫画を描いたタッグは。今回、まあ、自分たちの好み含め、まあ、この方の作品が強いんじゃないかという。いや僕はやっぱ七瀬くん、大石くん。いやそうよね。下克上達成ですか。 A、 初ランクインで1位ですよ。おお、ちょっと期待したいね、うん、僕は夏井さんかな。バトル漫画って言われつつも、うん、ガチガチバトルじゃない方向で面白さを作れたっていうのは、うん、めっちゃ良さなんじゃないかなっていう。僕林さんのがすごい好きでしたね。この2人の悪いところが結局プラスになったという感じというか、がめっちゃ良かったですね僕。おしいしさん。おしいしさん。だってあんなに漫画をずっと読んできた方に泣けたって言わせるって相当ですよね。団子だろうねでもね。団子だろうな。団子だろうな。審査結果発表。ご褒美もありますからね。3位までにランクインしなかった場合、順位の欄は空欄になる。まずは前回ランク圏外、地元へ帰る魔法少女を描いた夏井岡本タッグ。さあどうだ。おお。嬉しい。ああ、はいはい、嬉しい。よかったねこれは。滑り込んだな。はい、やっぱ今回一緒に作っていくもんだなってめちゃくちゃ感じましたね。続いて前回2位、落ちこぼれ魔法少女の成長を描いた林畠山タッグ。じゃあ林さんが見るまで見ない。あー、ブランクだ。おー、あら、あら、意外。悲しいな。同じ魔法少女を描いた夏井、林、彼らの明暗を分けたのが、あ、もったいないなと思ったのが、やっぱりその魔法少女ものというもののイメージに乗っかっちゃってる部分があるんで、うん、あんまりこう独自性というものがないので。夏井さんの魔法少女地元へ帰るとかは、もう魔法少女ものが一回流行ったからそれをフリーにして応用されてる部分あるんですけど、そうで比べた時にちょっとやっぱ目新しさは地元へ帰るのがあったのかなとは思っちゃいましたけど。こういう並べられ方するとネタかぶりきついです ね、まあ、ね。続いては前回1位、行き過ぎた家族愛を描いた藤田凛タッグ。前回1位。おー、なるほどね。なるほどね。いいね、ちょうどいいよね。3位、1位、ブランクと。いいね、こうなんつうの、物語においては正しいこう矢印というかさ、点ですか、こういってこう落ちるじゃん。この後大逆転するのは物語的に正しいんじゃないの。じゃあ次回作頑張りましょうか。そうですね。残る枠は1位、2位。果たしてどのタッグが第3課題の勝者となるのか。続いて前回3位、終末世界を描いた
ギザ猫リタッグ。わあ緊張するだろうな。じゃん。おいいっすね。すごい。よかった。順位コンプリートしたじゃん。順位コンプリートしました。よかった。うん。いやよかったっすね。よかった。まあ、これで、まあ、順位ついたのなんかほっとはしましたね。残るは2タッグ。果たして1位を勝ち取るのは。どっちだろう。前回悔しくて涙。主人公の感情を書くことにこだわった押石玉田タッグか、提出ギリギリまで作品にこだわった七瀬大石浅井タッグか。入ってくれ。さすがにコンクリートなんか持ったら答えますわ。どっちかが1位か、1位でどっちかが圏外か。いや天国と地獄だ。やったー入ったー。おーやったー。やったー。惜しい取材でしたか。よかった。本当だ。本当よかった。僕は海かザネコさんを推したいなって思って、ミートとザネコさんちょっと大変しいですね。それで強いんですよ、やっぱり。キャラクターが一番こう描かれてるのはこう、だからウニって言っちゃってる。そうですね。多分1週間後とか1ヶ月後に主人公の名前覚えてるのは多分一番ウニの可能性が高いじゃん。まあどう考えても玉田さんのおかげですね。うわぁ、そうやって言えるんだ。一回目泣いたのを信じました、僕も。何だか言われたら分からなくなってくる。私も毎回、まあ玉田さん泣いたしなっていう心を保ってました。ああ、よかったよ。まあ、バトル漫画やっぱキャラのインパクト大事か。マジか。ああ要素がたくさんあって、構成をもう少し整理したら良かったのかなって。構成だ。最後のうち、もうちょっと主人公の何か頑張りですとか工夫ですとかそういうところも含めて解決できればより気持ちいいかなと思うんですが、真ん中でぐーっとこうテンションが上がっているのでラストまでそれがいってればすごい作品やなと思いましたけどね。壁があるな。3までの半分以上超えられない。あります。乗り越えていきたいですね。最後のところでマジで乗り越えほんまにマジね。第3課題の結果は、夏井岡本タッグは前回の雪辱を果たし3位、ギザ猫リタッグは3課題連続ランクインで2位、そして第1第2課題圏外だった押石玉田タッグが見事1位を獲得。すごい。未だランクインしていない七瀬大石浅井タッグは最終課題で奇跡の巻き返しとなるか。全員がこれファイナリストってことでしょ。まあ、言ったら ね, たらね、うん、だから変動するしさ毎回順位が、ね、面白いね。今まで県外でさ、うん、おしいさんが来るわけでしょ。だったらバックマンコンビあるある。ありますよね。最終課題で下克上ありますよね。残すは最終課題のみですが、ここまでの順位が言ったらまあ、関係ないといえば関係ないですからね。関係ないのよ、うん、最後取ればいいから。そう。それではですね、最後になりました石橋さんの一言次回予告のコーナーです。石橋さん、次回の見どころ一言でお願いします。はい、ミリオンタッグ次回の見どころは夏井、締め切り直前で。なんだろう。企画自体多分できないと思っちゃって、本当に間に合わないかもしれないです。何もわからないです。時間がないしとかいろいろ考えちゃって、ずっとでも不安です。引きがなくて全然面白くない。いや、ちょ、頑張れ。ここよ。感情のメリハリがつく話にした方が絶対林さんの強みに。いいものを作ってくれると僕は信じてます。先のことを伺えると僕のことないようになっても未来の絶対資料です。